訪日外国人が驚愕した、日本のカップ麺を知っていますか？日本は、インスタントラーメンの発祥地で、多彩な種類のカップ麺を販売している。その便利さと美味しさは、世界にも驚きを与えているんだぜ。日本はラーメン大好きすぎるわよ。確かに、即席麺を作ってまで、ラーメンが食べたいんだからな。でも、カップ麺の技術の素晴らしさは、純粋に誇っていいことなんだぜ。というわけで、今回は驚愕の日本のカップ麺を7つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目はラオウだぜ。ラオウといえば、ラーメンの王様として日本に君臨したカップ麺でしょ。日清ラオウは、まさに革新的なカップ麺商品として生まれたんだ。日清食品が展開するカップ麺の一つで、その名の通り、ラーメンの王様という意味の商品名だぜ。もともと、パウチされた生タイプ麺を使用するという革新的な特徴を持っていた。スープは鶏ガラと豚骨をベースにし、液体と粉末のダブルパックだったな。そして、たっぷりの新鮮な野菜をブロック状にして封入していたぜ。ちなみに、初代ラオウには、醤油と味噌味があったぞ。生タイプ麺というのがすごいわ。だよな。しかし、初代ラオウを発売していたのは、1990年から2010年までの間だけだったぜ。年間300億円も売り上げたこともあって、凄まじいブームだった。ただ、社内外で競合商品が増えてからは、売り上げが低迷して、2010年8月には生産終了となってしまったんだ。初代が生産終了した時は、たくさんのファンに惜しまれたのよね。やはり生タイプ麺という、高級カップ麺というジャンルの先駆けだったこともあって、生産終了になった際はファンに衝撃が走ったからな。だが、その後、1ヶ月も経たずして、2010年8月24日に、独自の特許技術によるノンフライ麺でのラオウの復活が発表されたんだ。この2代目ラオウは、2010年9月6日の発売から現在まで、国内外から愛され続けているカップ麺として、地位を築き続けているぜ。ちなみに、このラオウを作り上げた日清食品は、どのような企業なの？日清食品は、1958年に日本で初めてのインスタントラーメン、チキンラーメンを作り、インスタントラーメンの先駆者として名を馳せた企業だぜ。その後は、カップヌードルをはじめ、有名なカップ麺を数々生み出し、カップ麺のトップブランドとしての地位を確立してきた。その中で日清ラオウも、多彩なカップ麺の一翼を担う存在として注目を浴び続けているわけなんだな。ちなみに、二代目ラオウは現代まで続いているけど、初代ラオウだって、他のカップ麺には負けていなかったわよね。確かに、初代ラオウはとても人気があった。その初代ラオウの人気を確立させていたのは、当時革新的だった生タイプ麺だろ。だけど、ノンフライ麺の品質が向上し、麺の特別さが薄れた。また、初代ラオウの美味しさが定番となり、あまり購入されなくなったことも敗因となったそうだぜ。でも、やっぱり初代がなくなったことは惜しいわよ。いや、むしろ生タイプ麺をきっぱりやめ、独自技術のノンフライ麺を生み出し、二代目ラオウを作り出したことが日清の強さだな。それに、ラオウのラーメンとしての美味しさが本物だったことは、麺を変更後も人気を保てたことから、立証されたわけでもあるぜ。このような歴史のあるラオウは、海外でも大変人気となっている。また、訪日外国人からの感想もあったので、いくつか紹介するぞ。どのような感想があるのか、とても気になるわね。このラーメンは、自分が行ったあまたのラーメン屋よりもうまいくらいだ。これはアメリカ人からのコメントだったぞ。次のコメントは、欧州からのものだぜ。ラオウはどの種類も美味しい。レストランで大金を払って食べるラーメンよりも美味しいくらいだ。どちらのコメントも、お店のラーメン並みに美味しいと言っているわ。それほど、ラオウのカップ麺は、美味しいと人気だとわかるだろ。外国人にとってもこの美味しさは不動というわけだぜ。ラオウの麺は、ノンフライ麺になってからもとても美味しいのよね。スープの味もこだわって作られているから、麺とよく絡んで口に出汁の香りが広がるんだぜ。今すぐスーパーに行って、ラオウを探してくるわ。二つ目はどん兵衛そば、うどんだぜ。どん兵衛のきつねうどんと、天ぷらそばよね。この二つは、日本人にとって馴染み深いカップ麺だよな。どん兵衛は、日清食品が提供するカップ麺シリーズの一つだ。正式名称は、日清のどん兵衛。どん兵衛の名前の由来は、うどんのどんと、関西弁のどんくさいという言葉のどんから来ている。そのネーミングにはスマートさからは程遠いが、ほのぼのとした温かさ、また筋を曲げない頑固さや正直さを表現した、という思いが込められているそうだぜ。なかなか深い思いが込められた商品名で、感動したわ。ちゃんと意味を込めてあると、その商品への愛が伝わっていいよな。それじゃあ、どん兵衛のカップの中身についても説明しておこう。
つくねうどんには、丸大豆 100% のふっくらとした油揚げが乗せてあり、汁は2種類のカツオだしと、丸大豆醤油を使用したものを使っているぞ。天ぷらそばでは、上に後乗せタイプの天ぷらがあり、カツオだしの汁とサクサクの天ぷらの相性が最高な、そばのカップ麺となっているんだ。どちらも日本の麺料理の美味しさを、存分に引き出した一品よね。また、カップは丼型の容器を使用していて、今では当たり前のように見えるが、この丼型の容器は業界初のものだったんだぜ。そして、どん兵衛が初めて発売されたのは、1973年だった。今ではカップヌードルと並ぶ日清食品の代表的な商品の一つってわけだな。その後、東日本、西日本で出汁を変えたり、肉うどんや力もちうどんなど、様々なバリエーションが展開され、日本国内外で多くの人々に愛されてきたぞ。そんなどん兵衛の美味しさの秘訣が知りたいわね。どん兵衛が国内外から愛される理由は、地域に合わせた出汁を使用していることや、トッピングへのこだわり抜いた製法にあるぜ。後乗せタイプの天ぷらは、サクサクな状態で食べられるように工夫して作られ、蕎麦との相性が抜群となっている。そして、ふっくらとした油揚げは、豆腐屋さんと同じ伝統的な製法で忠実に作り上げられているんだ。もちろん、素材にもこだわって 100% 丸大豆を使用しているぜ。ここまで丁寧に作られていると、ただのカップ麺じゃないと感じるわ。さらに、うどんとそばに大切な汁には、地域に合わせた出汁を使用する点も、こだわりを見せているよな。だからこそ、海外でも人気があり、訪日外国人にも驚かれるカップ麺となっているんだ。ここからは、外国人からの感想も紹介するぜ。スープの出汁が美味しいですね。巨大な油揚げにびっくりしました。ラーメンに疲れた人にはいい選択です。日本の出汁の美味しさを感じてくれているわね。この感想は、東南アジアからのものだったぞ。これはインスタント麺のスープとしてはかなり美味しいです。間違いなく私のお気に入りの中でトップの食べ物です。こちらは、ヨーロッパからの感想だったぜ。この人にとってのお気に入りのカップ麺になっていて、嬉しいわ。このように、日本のカップ麺がバラエティ豊かで、丼感覚で楽しめると外国人が感心していることが伝わったかな。その美味しさと食べ応えから、外国人たちにも日本の食文化に触れることができる一品だと、喜ばれているんだぜ。出汁へのこだわりなど、日本の食文化を大切にした一品だということがわかったわね。ぜひ、たくさんの外国人に食べてもらいたいわよ。三つ目はカレーうどんだぜ。カレーうどんは、残り物のカレーで作るのがいいのよね。二日目のカレーでカレーうどんとか、美味しいよな。ちなみに、カレーうどんは、うどんにカレー汁をかけた日本の麺料理だぜ。和洋折衷料理の一つでもある。だしにカレー粉を加えたり、カレールーをだしで伸ばすなどして、つゆを作る。具材は、カレーの具をそのまま使用するのが一般的だな。このカレーうどんをカップ麺にしたものが、多数のブランドから出ている。カレーうどんは、日本人にとって定番の家庭料理の一つで、幅広い層に好まれているぞ。でも、カレーとうどんが組み合わせられたのは、いつ頃からなの？カレーうどんが生まれたのは、明治時代後半に起こった洋食ブームの後だと考えられているそうだな。発祥は諸説あるけど、その中でも有名な説が二つあるぞ。諸説ある説は、洋食関連では多いわね。一つ目は三長庵発祥の説だ。もともとは三河屋として創業した老舗の蕎麦屋で、東京、早稲田の穴八幡宮の向かいにあったそうだ。明治維新以降、三河屋の周辺は、現在の早稲田大学が開校したことで学生街となり、蕎麦屋は学生などで賑わっていた。しかし、周辺にカレー店ができてからは、人が減ってしまったんだな。そこで、屋号を三長庵に変更し、新メニューの開発を始めて2年後、カレーうどんができたそうだぜ。カレー店に対抗した結果、カレーうどんができたのね。そういうことだぜ。二つ目の説は、大阪、谷町にあった蕎麦屋、東京蕎麦の角田鳥之助が考案したという説だぜ。角田さんは、大阪に江戸の蕎麦を広めるために、1908年に東京蕎麦を開店したが、経営はなかなか黒字にならなかったそうだ。そこで、当時急速に普及していた洋食を取り入れる案を考え、試行錯誤の上でカレーと蕎麦の組み合わせを見つけ、カレー南蛮、いわゆる、カレー蕎麦を生み出したんだな。カレー蕎麦は、まだ食べたことがないわ。一度食べたら、病みつきになる美味しさだぞ。というわけで、このような流れでカレーうどんは生まれたってわけだぜ。カレーうどんの美味しさは、出汁とカレーの相性の良さによって生まれたものなんだ。また、うどんが馴染みのあった麺料理だったこともあって、人気を獲得したと考えられるな。もともと西洋料理だけど、外国人は、カレーうどんをどう思っているのかしら？では、ここで外国人からの反応を紹介していくぜ。カレーうどんは、夢中になるほどうまい。カップ麺もあるから、試しやすいぜ。こちらは、アメリカからのコメントだ。夢中になるほどって、かなりハマっているわね。
カレーうどんを試さないと本当に損するよ。食べたことない人は食べた方がいい。もはやおすすめするほど、カレーうどんが美味しかったようだわ。このようなコメントがあるほど、カレーうどんの人気は海外にも広がっているんだな。だからこそ、カレーうどんのカップ麺も、人気は衰えないんだぜ。ぜひ、訪日外国人の方には、カップ麺でもカレーうどんを試してみてほしいわね。四つ目は UFO だぜ。未確認飛行物体のカップ麺は、見たことないわよ。それは UFO 違いだぜ。UFO といっても、焼きそば UFO の方だからな。焼きそば UFO は、1975年に日清食品から発売されたカップ焼きそばだぜ。独特のソースと太めの麺が特徴で、発売以来、日本国内で多くの人に愛されている。また、海外でも多くの国で販売され、世界中で人気のあるカップ焼きそばの一つなんだ。1975年、焼きそば UFO は、日清食品から発売された。当時、カップ焼きそばは、日本ではまだ珍しい商品であり、焼きそば UFO はすぐに人気商品となったぜ。濃いソースにあの太麺の満足感が、最高なのよ。ちなみに、円盤状のパッケージは、日本初の皿型カップ麺だったので、革新的なデザインだった。しかも、商品名の UFO はうまい、太い、大きいを訳したものだ。だから、別に未確認飛行物体という意味ではないんだな。しかし、空飛ぶ円盤のようなパッケージということもあって、UFO をイメージした CM や広告は多いんだぜ。でも、デザインの目新しさだけでなく、焼きそばの味も最高だわ。そうだ。焼きそば UFO の美味しさの秘密は、独特のソースと太めの麺にある。焼きそば UFO のソースは、甘辛い味で、太めの麺によく絡むんだ。また、焼きそば UFO には、肉やキャベツなどの具材が入っているのも特徴となっているな。この独特のソースと太めの麺の組み合わせが、多くの人に愛される秘訣なんだ。では、焼きそば UFO を食べた、訪日外国人からのコメントも紹介していくぜ。自分は、日本の焼きそばが大好きなんだ。カップ麺でも最高の味だよ。このコメントは、東南アジアの方からのものだったぞ。日本の焼きそばを愛してくれていることが、伝わってくるわね。自分は調味料を少なめにして、マヨネーズも入れないで食べてる。自分で味付けを微妙にコントロールできるのがいいよね。これはアメリカ男性からのコメントだ。自分でアレンジするほど、カップ焼きそばにハマってるのはすごいわ。このように焼きそば UFO は、海外でも人気のカップ麺となっていることが伝わっただろ。日本でも人気なのは、昔から変わらないしな。確かにカップ麺で焼きそばといえば、定番で美味しいって印象よね。ぜひ今後も、訪日外国人から好まれるカップ麺として、UFO には高みへ飛んでいってほしいぜ。いくつ目はペヤングだぜ。ペヤングは、どこのコンビニでも必ず売ってるのが驚きよ。確かに、ペヤングはコンビニにあるイメージが強いぜ。でも、スーパーやドラッグストアなど、どこにでも売っているけどな。ペヤングは、日本のカップ麺の中でも特に有名な商品であり、何度食べても飽きさせない、まろやかな味わいのソースが特徴の焼きそばとなっているぞ。麺と具材をお湯で戻すだけで簡単に調理でき、忙しい人々にとって便利な食品として広く愛されているんだぜ。定期的に食べたくなる味なのよね。ちなみに、いつからあるのかしら？ペヤングは、マルカ食品株式会社が製造している商品で、1973年に初めて発売され、本格的な鉄板焼きの焼きそばをイメージして作られたんだ。発売当初から多くのファンに愛され、現在では海外でも根強い人気を誇っているんだぞ。マルカ食品は、その経験と技術を活かして、様々なペヤングを展開しているぜ。もっとマルカ食品についても知りたいわ。マルカ食品は、群馬県伊勢崎市に本社を置く、即席麺の製造販売と不動産賃貸業を行う企業だ。1964年にマルカ食品株式会社を設立してから、現在まで続いているぞ。ちなみにマルカという社名は、創業者の丸橋義蔵さんの生徒名の一字ずつを取って、マルカと名付けたそうだぜ。長年続いてきた美味しさは、やっぱり大切だわ。ペヤングといえば、激辛バージョンもあるのよね。ペヤングには、確かに激辛バージョンが存在する。ギガマックスという超超大盛りバージョンや、激辛と普通のハーフハーフなど、ユニークなラインナップが多いんだぜ。まろやかな味わいのソースで美味しい焼きそばに、辛さをマシマシにしたバージョンは、辛さと旨味のコラボレーションもあって人気のある商品となっているよな。ペヤングの人気の秘訣は、元々の美味しい焼きそばだけでなく、近年の流行に合わせたユニークなラインナップも作れる企業努力にあると言えるぜ。海外でもペヤングの激辛バージョンに挑戦する方や、YouTuber も多いのよね。そうなんだぜ。だからこそ、日本だけでなく、海外でもペヤングは認知度が高く、人気があるんだな。では、外国人からの反応も見てみようぜ。ペヤングは、その辛さが癖になるんだよな。これは東南アジアの方からのコメントだったぞ。
やはり、激辛バージョンを楽しむ方もいるのね。辛すぎるのに、美味しさもあるのがペヤングなんだ。辛さだけでなく美味しさも感じられるなんて、もはや衝撃だわ。このように、海外でもペヤングは人気のカップ麺となっている。訪日外国人からも馴染み深いカップ麺として、コンビニでよく購入されているんだな。今後も国を越えてたくさんの人に楽しんでもらいたいわね。6つ目はチキンラーメンだぜ。むしろ、定番すぎて驚愕のカップ麺には入らないでしょ。いやいや、チキンラーメンは、世界初のインスタントラーメンで日本が開発したカップ麺だから、紹介しないなんてありえないぜ。チキンラーメンは、日本の代表的なカップ麺であり、歴史ある商品だ。その名の通り、鶏の風味を活かしたスープと細麺が特徴で、懐かしい味わいとなっている。一番の特徴は、即席麺の上にある卵ポケットと言われるくぼみだな。ここに生卵を落としてお湯を注ぐことで、チキンラーメンをより美味しく食べることが可能になったんだぜ。そこがチキンラーメンの楽しみでもあるわ。簡単な調理方法と手軽さから、多くの人々に親しまれているカップ麺だし、やはり世界初のインスタントラーメンだったことから食品業界にも衝撃を与えたぜ。ちなみに、日清食品からチキンラーメンが販売されたのは、1958年のことだ。日清食品の創業者である安藤桃福さんは、自宅の裏庭の小屋でお湯だけで作れるラーメンの開発を行い、瞬間油熱乾燥法という製造技術を作り上げた。世界初のインスタントラーメンということで、初期のパッケージには中身を見ることができる卵型の透明な窓をつけていたんだな。今では誰もが知るインスタントラーメンになり、パッケージの窓はなくなってしまったけど、初期からほとんどデザインは変わっていない。昔から変わらない美味しさとデザインで、誰にとっても馴染み深いラーメンとして有名になったわけね。さらに、チキンラーメンのすごいところは、スープの味付けが麺についているところだ。粉末スープではないため、お湯を注ぐという手順一つでラーメンを食べることが可能なんだ。また、麺をそのまま食べることもできるんだぜ。卵を乗せてお湯をかけるというアイディアも不要な手間はなく、チキンラーメンをさらに美味しく食べられるので好評になった。まさに、チキンラーメンには最先端の技術が満載だったわ。こうして最先端のインスタントラーメンとして、チキンラーメンは歩みを進め、現在まで続いてきた。今では世界的にも親しまれるカップ麺の一つになっている。多くの外国人は、日本のカップ麺文化に興味を持ち、チキンラーメンを試してみるだろ。そして、自国のラーメンとは異なる味わいを楽しむんだ。外国人の方の感想も聞いてみたいわ。じゃあ、いくつか外国人からのコメントも紹介するぞ。日清のチキンラーメンが一番好き。フランスではインスタントラーメンの種類がなくていつも困っていたんだ。でも、来日後にチキンラーメンに出会って、イメージ変わったよ。こちらは、フランスの方からの声だったぜ。インスタントラーメンの美味しさに初めて出会ったって感じね。私はチキンラーメンが大好きです。しかも日本はカップ麺や袋麺の種類やブランドはたくさんあるし、基本的にどれも素晴らしいクオリティで大好きです。こちらは、アイルランドの方からの感想だったぞ。チキンラーメンだけでなく、日本のカップ麺のクオリティに感動してくれているわ。このように、チキンラーメンの歴史と日本の食文化に触れることで、外国人の方々は、より深い日本体験を得ることができるわけだぜ。日本のカップ麺文化を外国人にも楽しんでもらえるのは、嬉しいわ。チキンラーメンは、日本のカップ麺文化を代表する商品であり、その美味しさと歴史が多くの人々に感動を与えていると言える。今後も、日本のカップ麺文化を代表する一品として、今なお多くの人々に愛され続けていくんだぜ。久しぶりにチキンラーメン食べたくなってきたわね。7つ目はカップヌードルだぜ。もはや有名すぎて知らない人なんていないでしょ。確かにカップヌードルは、世界的に有名な日本のカップ麺ブランドだからな。その名の通り、カップ型の容器に乾燥麺と具材と粉末スープが入っており、お湯を注ぐだけで手軽に調理できる即席ラーメンだ。異なるフレーバーや具材のバリエーションがあり、多彩な味わいを楽しむことが可能となっているぜ。カップヌードルが生まれたのは、いつなの？カップヌードルは、1971年に日清食品が世界初のカップ麺として発売した商品だ。2022年2月時点で、累計販売数510億食を超えたぜ。パッケージは、カップの形を採用し、お湯を注ぐだけで手軽に調理できる革新的なアイデアが話題となった。その後、様々なフレーバーや具材を組み合わせて展開され、世界中で愛されるカップ麺となったわけだ。世界初ということもあって、かなりのロングセラー商品よね。そうだぜ。当初のパッケージデザインから変化はなく、時代とともに味やサイズは増えたりして変わってきたが、当初の美味しさは現在まで受け継がれてきている。カップヌードルの美味しさの秘密は、ツルツルとした独特な麺に、オリジナルスープの相性が抜群な点だな。あとは、具材が大きく、カラフルなのも目に美味しい。
さらに、元々の味には醤油とシーフード、カレーがあり、時期や時代に合わせてたくさんのフレーバーがあるのもいいよな。カップ麺の中でも、カップヌードルは見た目が綺麗で、美味しいのよね。このようにカップヌードルは、昔から他のカップ麺より突出したオリジナリティがあった。そして、外国人にも受け入れられ、長年食べられてきたんだぜ。ぜひ、外国人からの感想も聞きたいわね。じゃあ、ここから訪日外国人の方々からの感想を紹介するぞ。私の意見では、カップ麺の中でカップヌードルが一番うまい。シーフードもおすすめなんだ。どちらもカップヌードルが大好きだとわかるコメントだわ。私はトマトチリ味が好きだ。あいにく我が国で発見するのは不可能だ。チリトマトが見つけられない方は、東南アジアからのコメントだったぜ。特定の味がないっていうのは、海外あるあるのようね。やっぱりカップヌードルは、世界的なカップ麺だったな。これからも世界中に愛されるカップ麺でいてほしいぜ。たくさんのカップ麺の話を聞いて、お腹が空いてきちゃったわよ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。